ご覧のスポンサーの提供でお送りします。来てんだよ、ほとんど毎日。あんたに会いづらいんだって。会ったら喧嘩になるからって。うん、これだったらさ、ベッドの上でも書けるし、友達のハガキみたいに送れるだろ。あ、似合う、似合うね。なんか絵のさ、横のところにあの画家の名前みたいなハンコみたいなの押した。初めにも言いましたが、ここは心の痛みを参加者全員で共有できる場です。だから怖がることなんてないんです。続けて。大丈夫。詳しいことはまだ分かりません。それを確かめるためには病理検査を兼ねた脳外科手術が必要です。坂の曲は高橋洋子さん11枚目のシングルということで、もちろん皆さんの残酷な天使のテゼオ、マンケリオンのオープニング曲出た。普通、普通だよ。なんかいいのないの、美穂。自分のなんだからさ、なんかとっておきな。それで良くなった人もいるんですよね。どんな治療でも試してみてください。最近お母さんに会ってる？今日設定する。なんていうかさ、まずは目標を低く設定しておくんだよ。インターフェロンベータとサイメリンという抗がん剤の投与と患部への放射線の付き合うでもビッグマウスでもないと思うんだよ。そんなもんなの、人間なんて。ごめんごめんごめん。